リリー起きて起きて、猫のお弁当、猫のお弁当、デパ地下で買った美味しいお弁当。デパ地下で買った、ちょっと待って、うちのリーダーと作戦会議するか、うん、リーダー、猫の弁当なんですけどいいですか。あー、なるほど、いいそうですね。 YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。おいっす、教一郎です。今日はみんなに伝えなきゃいけないことがあります。お弁当を食べる動画です。それじゃあ、まずお弁当たちを出したいと思います。こちらの3種類です。みやび、らんまる、ゴリラ、違う、さくら、はい、ツンデレテイストでございます。元気いっぱいならんまるでございます。ゴリラでございます。ゴリラじゃないです、さくらです。これはね、催事でしか売ってない東京近郊限定販売なんですよ。猫好きが送る福猫弁当。じゃあ食べたら幸せになるんだね。そう、うんうんうん。あ、鈴ついてるよ、チャレ。あ、そう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 。これどれから食うとかあるの？うん、誰でもいいよ、好きなの選んで。じゃあ黒猫からいきますか。はい、これはですね、みやびです。みやび、名前がついてるんだね。そう、さっぱりとヘルシーな感じです。ん、あ、すごい、ぎっちり入ってるよ、チャレ。梅じゃこ豆ご飯と鶏のごま味噌焼き、マグロの竜田揚げがメインとして、副菜に厚焼き卵、カニカマ、エビ新庄と、地野菜を使った炊き合わせ、鴨スモークと温野菜、きんぴらごぼう、栗の渋皮煮でございます。はい、いただきます。はい、どうぞ。いい、ね、うまい。あ、おいしい。うん、まあでも肝心なのはお米ですから。梅じゃこ豆ご飯、これちゃん、梅ダメだって。うまい。え、梅だよ。うん、カリカリしてて美味しい。どうしたの、これちゃん。梅カリカリしてて美味しい。これ酸っぱくない。あ、本当は酸っぱくないやつか。これ梅じゃね、これちゃん。それ鴨のスモークだね。うまい。うん、あ、チャレが好きそうなお弁当だわ。なるほど、いただきます。おいおいおい、何ですか、そんなすんなり食べれると思うなよ。今からとあるクイズを出します。はい、問題、次に出すのは、うん、人間の手でしょうか。難しいな。二択でお願いします。うん、 A 人間の手、 B、うん、カンガルーの右足。カンガルーの右足。正解。どうぞ。うん、うまい。美味しいよね、ご飯ね。祖父の梅じゃこおにぎりみたいな。あ、そう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 、うん、マグロ残しちゃうだから、マグロ食べみ食べみ食べてみ食べみ、どう、うまみ、うまみ、うまみ、味がね、濃すぎないんだよね。うん、さっぱりしてる、さすがさっぱりしてるだけありますわ。らんまるいきます。あ、かわいい、肉球ついてるよ。ご飯がなんとオムライスになってるんですね。はい、で、メインがこちら、甘酢ミートボール。はい、鶏の唐揚げ。うん、で、まあ副菜はさっきと同じだね。あ、違う、カニカマがね、ウインナーに変わってるね。タコさんウインナーに変わってます。あとは一緒です。いただきます。うん、いいね、お弁当のオムライスって感じ。これが甘煮、甘酢ミートボール。うん、美味しい。これおいくらなの？1個、うん、税抜きだとね、1500円。うん、高級だね、そう考えると。そう、ちょっと高いよね、1500円で聞くとちょっと高いかなって思うんだけど、うん、まあ容器が3種類しかなくて再利用もできる。そう、これ、まあ、容器代も入ってるって考えると、ね、次回からは自分でこの容器を使ってお弁当を作れるってなったらちょっといいのかなっていう、可愛いと思う。最後、さくら、アサリだ。
深川飯です。深川飯、聞いたことあるな。アサリで炊き込んでやる、ね、うん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 、こっちが三元豚、この辺に埋まってるかな、うん、これだね。そう、三元豚の角煮、うん、とエビのフリッターのスイートチリソースとかエビチリが入ってます。煮物がうまい。ここのお弁当美味しいよね。お弁当美味しい。自分で作ったみたいな、ね、家庭的な味だよね。うん、豚の角煮、うん、うん、美味しい。柔らかい。深川飯どう？あっさり。あっさりしてるね。あっさりだけに。あっさりした。でもこれが一番うまかったな、お米は。大満足でございます。みんないかがですか？気になったでしょう、そこの猫好きのあなた。あなたに言ってるんだよ。見つけた際にはぜひぜひ買ってみて、それが最後のチャンスかもしれません。以上、キョウちゃんの食べると幸せを運ぶ幸福の猫ちゃん弁当3種でした。バイ。ちなみにやけど、はい、私的ランキングこれ1位です。あ、黒猫選びが1位、はい、2位は2位、うん、これかな。深川、うん、最後オムライスね、うん、すごいね、きょうちゃん梅食べるんだね。